BT-02B で鎌倉材木座海岸を走ってみました。右に見えるのは稲村ヶ崎です。左に見えるのは逗子マリーナです。休日の早朝はサーファーが多いです。では行ってみましょう。さあ行くぞ。砂地はグリップが悪いかと思い、タイヤをピンスパイクに変更しています。車と並走しながら撮影したのは初めてです。フレーム割れしないように撮影するのは難しかったです。長男が6年ぶりにラジコンに触りました。小学生の時に横浜赤レンガのタミグラで予選落ちして以来、ラジコンに触っていません。まだまだ未熟ということか。やはり砂が多少入り込んでしまいます。オフロード車でないとやれない遊び方の一つですね。